こんばんは。なんか英語になった。まあいいや。英語になりました。おやすみ。すけさん、りょうへいさん、ともゆきさん、ありがとうございます。なんかちょっと寝落ちってた。そう、うん、今日はレッスンやって帰ってきて、ご飯食べて寝落ちってたので、寝落ちてたので髪の毛もボサボサです。そうなのですっぴんです。寝落ちていましたね。シマンチュさん、マサヒロさん、トシキさん、エリンちゃん、ヤジウマさん、奥行さん、イトちゃん、アサチさん、ありがとうございます。察してました。何が寝落ちたということがですか。そう、さっきちょっと窓開けたよね。そういえば確かに窓は開けたままです。なんかエアコンつけとって、そうエアコンつけとったんやけど、なんかあんま変わらん気がして、そうつけとるのとつけてないのと。でも今ちょっとやっぱ暑いけんつけるかも。あと寝ると暑いけん、寝るときはちょっとつけんと無理かもしれん。汗かいてしまう。秋、確かに秋の音。ピルスさん、柴犬さん、トッキンさん、母さん、セディアさん、消化道弁当さん、コウジさん、お疲れギフト、ありがとうございます。確かにね、外にさ扇風機ない。扇風機使わんけん持っとらん。そうだ、もう明日、明後日とかこの前言っとったけど、お話し会の3時受付は明日の13時までですので、よろしくお願いします。10月21日のツーショット、おすすめです。一番エリンちゃん、ありがとうございます。夜なら散歩できる？確かにね、最近散歩してないや。最近散歩してないやっていうか、してないや。してないね。なんだかんだで9月も忙しかったので。
終わってないけどね、まだ全然忙しいので。と言ってってもさ、気づいたらもう多分新潟があって大阪があってで打ち上げがあって、10月は落ち着くんかな、分からんけど、どうなんだろうね。おすすめ投げました、追加しました、ありがとうございます。どうなんでしょうね。決済を忘れないようにしますって、早い意気込み。でもそうですね、まあそうですね。ツーショットをたくさん買ってもポーズを思いつかない問題、まあどうにでもなりますよね。しかもオンラインじゃないしさ、現地やけんどうにでもなる。どうだろうね。あとなんか月野さんの卒業コンサートのあれがちょっとなんか出てましたね。カメコとユミリンシートとみたいな。カメコぜひ来てくださいよ、カメラ持って、カメラ持ってきてください。ね、二部制っていうか二公演すごいよね。周年でも一公演やったのに。ネイルしながら見てるよって偉い、女子力。ゆうたんさん、ひーちゃん、心の困りごと相談室さん、ゆうちゃん、リス、スマイルさん、ありがとうございます。ね、すごいね。ね、さもあれでした、2公演あることを。ディズニー行きたい、その話ね、昨日だっけ、あれ昨日だ、昨日話した、メンバーで話しとった。ディズニー行きたい、ユニバも行きたいしディズニーも行きたいっていう話をひなさんとかとした。秋がね狙い時なんですけどね、そういうの全部、そういうの全て。暑くないし、今なんか最近っていうか夏にユニバ行った人みんな、行ったメンバーみんな焼けたって言っとるけん、さあもうちょっと江ノ島で焼けた気がしてきて、そう、もうこれ以上は絶対に、もうここまで頑張ってきたけんこれ以上は絶対に焼けたくないのでって感じです。
そう、海沿岸はやっぱ風が強すぎて日傘をさせんくて、そう焼けた気がする。奥行さん、めちゃきのこさん、ありがとうございます。話し会の仕組みがわからない。仕組み？もうネットで申し込んでお支払いをしたら当日携帯持って会場に来るだけ意外と単純ね、皆さん。まあ最悪ね、わからんかったら会場におる近くのおじさん、オタクっぽい人に聞けば、オタクのおじさんたちは女子に優しくしてくれるから教えてくれるよ そんなもんです。リアルでツーショットも撮れるので、この機会に来てください皆さん。お話し会行ったら気まずくなりそうで怖いって、どういう意味でどういう意味で、自分が気まずくなれる存在だと逆に思っているのか。逆に聞くと気まずくなれるほどの関係性だと逆に思っているのか。いやもう57分だ。リアルでワンショットさ、ワンショットやだツーショットの方がいい。ワンショットなんか撮られる側としてはやだ。ツーショットもっと申し込んでいいって、もういくらでもいくらでも申し込んでください。もう好きなだけ、好きなだけ申し込んでください。57分なのでランキングを読みたいと思います。48位ポポさん、24位さなこさん、13位としきさん、12位しまんちさん、11位ターさん、10位奥行さん、9位あさちさん、8位めちゃきのこさん、7位ともゆきさん、6位やじうまさん、5位セリアさん、4位ピラスさん、3位エリンちゃん、2位ゆうちゃん、1位コウジさん、ありがとうございました。短時間でしたがどうもありがとうございました。今日は昇格2周年だったみたいです。田中美穂からさあのツイートのスクショが来て、キュルンとキュルンの絵文字が来てますピエンか、ピエンの絵文字、ピエンみたいな絵文字が来てました。それでは明日のお申し込みは13時までですのでね、ツーショットが今一番おすすめ時です。それでは終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。またいつか、またまたいつか、明日かは分からない、またいつか。ありがとうございました。バイバーイ。これが意外と長いんですよね。明日は忙しいので、は
配信するなら午前中です。